はいそれでは始めます皆さんこんにちはレックスエニー講師の金沢と申しますただいまよりですねお客様対応専門員 CAP ですね対策講座ということの第一回目ですね講義の方を開始してまいりますどうぞよろしくお願いいたしますはいまずお客様対応専門員 CAP ですね こちらの講座をスタートするということなんですけれどもそもそもですねこの資格新しい資格できたんですけれども魅力というところですねそこから始めてですねこういった意義があるということのご説明からまず入っていきたいと思います。まずどんな資格かということですね。 これに関してはですね、まあ、お客様対応専門員この試験ではですね消費者問題から消費,者に消費者の保護に関係する法令,法令の知識で行政ではどんなふうに消費者保護消費者の支援に動いているのかとをいったところに加えて経営に関してですね企業の中に消費者思考消費者思考経営というです、ね、考え方 消費者を大事にしていくと消費者利益第一に考えていくというですね経営に取り入れていく企業の中でですねどんなふうに消費者思考ということを取り入れていくのかといったようなことまで、まあ、幅広く学習していくということですねそこで会社の中でですねコールセンターなどあとはですね窓口の担当者などですね直接お客様に携わっているそういった部門の方 これはですね勉強してておいいいいもうう絶対に間違いないということですねこれは是非学んでおいた方がいいだろうとそもそもですね消費者に対応している部門でありながらですね消費者ってそもそも誰ですかとかですね消費者問題ってどういう問題ですかとかですね消費者に関係する法令ですよね。 この知識がないとですね非常に心もとないというかですね消費者の方がむしろ問題に分かっていてですね一方意見を言われている企業側はそれに対応できないと何を言っているか分からないということではですねこれはお客様とのですね円滑なコミュニケーションを図れないということでまさに直接お客様に携わっていく部門ここではですねもう必須というふうに言えるというものですね。 またその消費者指向経営ですね会社の経営の中に消費者を志向していくという考え方ですねこれが生じてきているわけなんですけれどもこの観点からですね企業の経営に関与していく方企画立案をされる方たちですねまた品質管理こういった方々に対してですね 学習していただくことが非常に有効な知識が身につくと自、まあ、流に即したというかですね今の時代にあったですね消費者対応そして経営の企画ということがこれらを学習することによって身についていくということですね。でそこでですねどんな部門の方におすすめかとお客様相談室コールセンター今の経営の企画といった部門ですね。 あとは品質を管理する方商品を開発するにあたってもですね消費者の立場消費者の問題を分かった上でですね開発していくということが大事ですね。でさらにですね、まあ、企業の顧問などとしてですね、まあ、活躍している侍業の方々ですね、まあ、レックのご利用者の中にはですね侍業としてさまざまなです、ね、法律サポート法務の顧問とかですねしている方がいらっしゃると思いますけれどもこれらの資料の先生方にもですね 一つのアドバイザーとしての役割の一つとしてですね消費者対応これどの会社でも大事ですから。 ここをですね、えー、一つの武器にできる侍業の方というのは非常に強いだろうということですね今あの結構弁護士さんの中でもですねもうクレーム対応になっちゃったと要するに企業がクレームを受けてですね非常に法的にどういうふうに対応していけばいいんだろうかという悩みを企業の経営者が抱えている時にですねこれをですね、まあ、弁護士、まあ、法律の知識からですねこういうふうに対応すればいいというふうにアドバイスをするというケースも増えてきてまいります。 でそこでですね同じようにこう企業の方いろんな企業の方ですねいらっしゃいますけれども企業の顧問としてですね活躍するにあたってですねこれ企業にとって最も重要な消費者対応ということに関するですね適切なまあコンプライアンスとかどういうふうな経営をしていくべきなのかと消費者の思考,消費者思考のですね経営というのはどういうふうにしていくのかということをですね分かっておくことは非常に有効というふうに考えられます。 <laughs> 続いて、えーまあ、学習とか合格までの流れというふうにありますけれどもこれはですねあの比較的その、あのー、レッではですね特に司法試験とか公認会計士とかですね、まあ、税理士さんとか不動産鑑定士とかですね非常に難,解難関なですね もう本当にピラミッドの一番上の頂点を目指すような非常に難しい英試験、えー、扱っていますけれどもそういったものに比べてはですねはるかにまあハードルが低いというかあのどちらかというと、えー、人をねそうやって落とすため落とすため、えー、できるだけこう失敗させるための問題ということではなくてですねこういった先ほどのようなですね今の時代に必要とされている消費者対応 これらに関する知識を一生懸命勉強していただいたとあのいうことをですねえきちんと勉強したことの証知識としてきちんと基礎が身についたという証しを証明する程度の試験でございましてですねハードル自体は全然高くないとだ、ま、真面目に勉強しなければダメですけどね真面目に勉強しなければダメですけれどもただきちっと基礎を身につけた方はですね基本的に受からせていくというような試験になっております。 まあそれが最も現れているのはもうコンピュータ試験方式で行っていくとまあ全国ですねたくさんあるです、ね、200箇所を超えるですねパソコンスクールさんですとかああそういったところですねでですね出向いてコンピューターで、まあ、クリックカチカチってやってですねあの解いていく。でしかもですねあのコンピューター試験ということで年1回何月何日にこの曜日に集まりなさいという形式ではなくてですね 比較的この試験会場が空いている時であれば自分の都合に合わせてですねこれ勉強したその証を証明するためにですねこの日に受けに行こうというようなご自身の都合でですねこれは全国にあるたくさんの会場に受けに行けるというところここにもですねまあ現れているできるだけ敷居を下げてですね多くの方にですね受けていただくという試験になっていると。 でその採点に関してもですねこれは本当に基本をしっかり勉強した人についてはですね基本的に受からせたいというふうな形で作られているといったものになってますね。はい でまた、あのー、この CBT 全国でまあ気軽に自分の都合に合わせてですね受けていけるということに加えてですね合否の結果がですね即座にまあ知ることができるとコンピューターで一気に採点されてですねきちんと勉強したことの証明というのがですねすぐにまあ到達するというか知ることができるということもですね、まあ、一つの魅力になっているかなというふうに思います。はい で、学習のツールとしてはですねこれ必須のツールというふうになってきますがこれ今授業を受けていただく皆様はですね私がやっている映像の授業の方をですねご覧いただいてそれでまあ講師のこの解説によってですね勉強していただくことはできるわけなんですけれども、まあ、学習のツールとしてはですねやはりこれは試験団体さんが出しているこの公式テキストというものをですね是非お手元にご購入いただきたいと思います。 いここうういとろですね、えー、日本産業協会様はですね実際の試験を運営しているまあ日本産業協会様は消費生活アドバイザーというですね、まあ、上位の資格、えー、これを取り扱っているあの主催の財団様でございますけれどもここがやっぱり公式に出しているですね、えー、このテキストですねこの画面に映っているこのテキストですね、えー、これで、えー、ぜひお手元に置いてですね、えー、ご購入をい,いてやっていただきたいと。 ただ私の方でもですねこのここから試験は出るんですけれどもさらに皆様にスピード効率的に勉強していただくためにこのテキストの中のもうさらにエッセンスというか重要な箇所というかですね試験に問われやすいしですね今後も重要な知識になっていくその試験が終わった後も消費者対応ということで重要な知識になっていく部分をよりですねあの大事な点っていうのをさらに絞りに絞った。 まああの骨格部分っていうのをですねえきちんと絞ったレジュメみたいなものを提供しますけれどもまあやはりですねあの一通りの範囲というかあのなんていうのかな全体像っていうのをしっかりと学習していただくためにはですねこの試験団体が出しているこの公式テキストですねお買い求めをいただきたいというふうに思います。これれはは申し訳ありりませんんででちょっとお取り扱いいがないんですけれども こちらのですねお客様対応専門員 CAP 資格試験テキストというものですねこれをちょっともうちょっとアップで移しましょうかねこういったものですねあのご購入をいただければと思います。レックでのちょっとお取り扱いはなくてですねあくまでもこれは一般財団法人の日本産業協会様のホームページからですねちょっと別途ご購入をいただく必要があるということですね。 まあ、この講座を見られている方はもしかしたら先にこれを持っていて先にこれを持っていてですねさらに講師の解説を聞こうという形でこの動画をですねあの閲覧の方ですねしていただいている方も多くいらっしゃるかなというふうには思います。はいそれではですね続いてどんなことをまあ勉強していくかなと。 ということなんですけれども5部構成になっていてです、ね、さっきの一ついくと第1部消費者問題の基礎知識第2部企業における企業の中の消費者対応3部持続可能な社会における消費者4部消費者行政の基礎知識とそして第5部ですね、まあ、法令ですまさに法律知識というところですねこうなっているというわけなんですが一部ではですね まあ、消費者問題とは消費者の権利と責任我が国の消費者問題とそれをめぐる動きといったところで第4章では諸外国の消費者問題と国際消費者機構、まあ、CI ということですねあとは第5部で消費者教育といったような構成になっているということですね、はいまあ、まとめるとそもそも消費者問題って何ですかということですね あとは消費者問題対応どういった歴史があったのかどういう歴史からどういう風な制度が必要になったのかということですね歴史から学んでいくということですねで今各所で行われている消費者協約の動きということを学んでいきますよということですね第2部これは企業の中の消費者対応ということで企業における消費者対応の歴史とまあ、変遷というもの そしてさっきから出た消費者志向経営って一体何なのかとということですねあとは企業の消費者対応部門の役割ということでまさにお客様に接している部門はどういうふうにやっていくべきなのかということですね。さらに相談対応の基本ととと実践ということですね、はいえー、まとめると消費者対応と企業経営の密接な関連性について歴史社会科学実践的、えー、ふうに学んでいくことができますよと。 ということですね、はい、続いて3部ですね「持続可能な社会における消費者」ということで社会はどのように変化しているかそして消費者問題とどういう関係しているのかということや第2章「持続可能なな社会におけるる問問題題解解決決とととといいいううここですすねん法があるよということをやっていきますで消費者が主役となって選択行動できる社会にあっていかなる問題があってどんな解決救済手法があるんですかということを学んでいきます。 続いて4部ですね、消費者行政の基礎知識ということで消費者行政はどうやって歩んできたのか現在は消費者行政どうなっているのかということそして国際機構等による消費者問題への取り組みととと。いいっったようなことをやっていくと消費者行政がどういうふうに進展したのかその歴史を学んだ上現代における消費者行政の在り方そしてこれに対応して企業っていうのはどういうふうな対応体制で臨んでいくのがスタンダードなのかということですね。 企業としてスタンダードな消費者対応、これを構築していこうよということですね。その知識を学んでいくと。そして第5部、最後ですね。えー、まあ最重要分野ですよね。消費者に対応する以上ですね、消費者に関係する法令の知識というのが非常に重要になってくるということですね。1章ではまあ主にまあ民法の知識ですかね。 民法の知識ですかねまさに人と人の間を規律するですね法律のまさに一般的なもの主にまず民法の基本知識を1章で学んでいくと2章においては、まあ、消費者問題特有の法令というかですね消費者契約に関する法律特定商取引法などですねこういった細かな消費者分野に入っていくということです。 3章も続いてカップ販売法とか金融商品取引法製造物責任法などですねまあ細かい、まあ、民法に比べればですね特別な細かめの法律を勉強していいくととうことです。最後これはものを売る以上どこにも出てくると思いますけれども表示景品表示法といってですね商品の表示に関する適正化を図るあと不正競争を防止するあとは条例ですよね。 各都道府県自治体などで出されている条例の知識などについて学んでいくということで消費者対応とといいうことにおいてはまさにねあの企業絶対必要お客様に対応するというかあお客様にものを売るとかですねこれがあ基本的にあのどの企業にとっても必要なことであって。 ここにおいて必須となる法令の知識というのは絶対に必要ですよね、えー、どこで働こうとしても基本的に必要となってくるということですで、えー、そしてその結果としてまあ法的なきちんと根拠を持ってですね判断をする適切な消費者対応をするということですねできるようになっていきますよということですまあページ数も一番この第五部割かれていてですねこれが一番のメイン科目ですね一番重要な科目 一番あのしっかりと勉強していく科目とあのいうことにえなってまいります。はい。<laughs> では続いてですね。まああの試験対策ということでですねあの。 ある程度、まあ、学習の仕方などについても簡単にお話しておこうと思いますけど日八の法則っていってですね今から勉強していく分野というのはものすごくね学者が一生かけてそれこそ勉強するようなものすごく広い領域なんですけれどもまず古都試験ということを考えれば出題される範囲というのは非常に限られています。非常に限られているというこここととでですすすよよね。ね、ままささにに先ほどお見せしたです、ね、このまさに試験実施団体がここから出すよというふうに言っているわけで。 ここのの内容の領域にまあ本当に一生ですね勉強は続けていくべきなんですけれどもあのこれ試験受かった後もですねずっと勉強は必要なわけですけれどもまず資格をゲットするということでありましたらですねまずはこの試験問題試験実施団体出されたですねここから超えないこの範囲を超えずに勉強するさらにその本の中でも重要な箇所っていうのは20%あってですね その20この出題される中でも20%をしっかりやっておけば出題は8割なされてもう合格できちゃいますよということですね。え、つまり、えー、この講義においてはですねまずこの出題される箇所出題される範囲というのはこのように試験実施団体のこの教材があるということなんですけれどもさらにですね、まあ、合格していくその重要なね骨格の箇所っていうのを 私どものこの授業の方でやっていってですねより効率的に時間は短く合格をまずしていただくということですねやっていきたいと思いますこの実施団体が出しているこのテキストのさらに重要な点をどんどん絞ってですねやまとめてやることによって本試験では80%以上のパフォーマンスを出していただいてですねで合格していくと いうことですねこの部分を特に重きを置いてですね授業の方ではやっていくというふうにしてまいりたいと思います。はいで短期合格秘訣ということですけどまず突っ込みすぎないということですね試験にまず合格するということがあまずは優先ですよね。出題範囲を逸脱しないでですね逸脱しない NG 逸脱,逸脱はしないでですねひとまず合格をして。 その後もですねその後もずっと合格した後もですねその合格したライセンスを生かしながらですねずっと勉強していくと自己研鑽を励んでいくというふうにしていただければというふうに思います。いいですね試験が終わった後合格した時がスタートラインそこからまた勉強するということでいいんですね。しかもまあ合格するといっては実際の取材箇所というのはですね非常に限定的でありますのでですね 特にその重要な箇所ということをこの講座でやっていくということですね。その代わりですね、何度も繰り返す、何度も繰り返すということですね。この私どもが使っていくレジュメなどですね、これは本当に重要事項に絞ってですね、先ほどの公式テキストの分量に比べれば、ま3分の1、2分の1より少ないぐらいのですね、文字量で本当に重要な箇所に絞っているので、 この重要な箇所はもう過剰なまでに何十回も何百回も繰り返すくらいの勢いでですね過剰なまでに反復学習していくということですね。あとはまあ全体を回すということについてはですね今月1章来月2章その次は3章みたいなそういうやり方をしていくと最初の1ヶ月目でやったことっていうのをどんどん忘れちゃうんですね。いいですね。 あの重要な箇所に絞った形の私どものレジュメをやりますけれどもこの全体を何度も回していただくこれを何度も何度も回してですね <laughs> いただくというやり方これによって忘れないというか、えー、定着した知識になるということなんですね。はい、え続いて学習法のワンンポイントということでですね まあ短期間合格とはいえですねとにかく一番大事なことっていうのは当たり前ですけど真面目に着実に学習を積み上げると真面目に確実に学習を積み上げるということが一番大事なんですけれどもただまあたまにねちょっと疲れちゃったりスランプだったりとかってそういうのは発生します。で飽きずにですね継続的に効果的に学習するための工夫があるよということですね。 典型例とととしては苦手なこと嫌いなここ嫌いをやった後はですね、まあ、得意科目で少し気分が良くなってまた苦手に戻っていくというようなやり方。でちょっと飽きてしまったなということであれば、まあとでちょっとお話し,しますけどテーーママへのマーキングとかですねあとや目とかが疲れちゃったずっと見てて目が疲れちゃった体疲れちゃったというような時はですね逆に目を閉じてみようということですね。であれさっき何を勉強したっけ どんなことを覚えたんだっけっていうことを目をを閉じて教科書を見ないいで思出そううとととすすすすするるんででねね思い出そそこれは記憶に定着しますその時思い出そうとしてパッとすぐにフッと来なかったとしても、あのー、記憶っていうのがよみがえらなかったとしてもですね思い出そうとする努力によってですね答えをもう一度見た時に「あそうだったそうだった」ということで記憶にえ印象づけられやすくなるということで思い出そうとする作業って結構大事なんですね。<laughs> あとはちょっと歩きながら散歩をしながらですねえ苦手どうしても覚えられなかったなっていうところだけ一個だけ絞ってですねえこの散歩の最中に覚えるということをやったりするといいと思います。あとは通勤中ですねなかなかあの仕事で忙しくて通勤中勉強したいけどやっぱり電車の中で集中できないという場合もですねそれは逆にですねそれ逆手にとってですね時間がないと一駅しかないと。 いうことであの集中をしてみるということですねこういったやり方があり得ますはいあとはワンポイントということで暗記の基本はとにかく繰り返し全体を繰り返しましょうということですねあとは複雑な文章は図にして表してみましょうとかいうことですねまあ自分で書いてみるということですねこの描く過程でですねこれ頭を整理しないと図っていうのは描けませんから頭が整理されるし この図を描く過程で何度も読まなきゃいけない文章を読まないと図にできないですよね自然と何度も読まなきゃいけなくて覚えていきますよということですあとは趣旨から考える理由から考えるとこれ法律学習のて鉄則ですね法律学習の鉄則ルールはこうですだからこうしますルールにこう書いてありますだから私はこうなんですとあのいう人いますけれどもね それはあの正しくそのルールを運用しているとは限らないというかですね逆に何でそのルールがあるのかっていうその本質から分かっていないとですね機械的な文字面だけえこうルールはこうなってるからこうするんだみたいなですねあの融通が効かないというかあの解釈できないというかあのそういう人になってしまいますよね。そもそも何でこのルールが必要なのかということを分かった上でそのルールを運用していくと。 いうことですね。判断に迷ったときに、そもそもなぜこのルールがあったのかということをわかるということは非常に大事なことです。また、あの理由がわかるから納得がいって忘れないですよね。納得がいくので覚えやすいし忘れないと。で仮にわ、えー、からな忘れてしまったとしてもですね、えー、その理由から紐解いてみると、えー、こうなるはずだと結論はこうなるはずだと。 理由がこうなんだからあ結論としてはこうならなければならないはずだというふうにですね自分の頭で考えるでそういう力も身についていくということになります <laughs> はい、あとはですね学習法のワンポイントということで目次は何度も確認していきましょうねということですねあの洋服を整理するようにですねこれはタンスを使っていくわけですけれども目次っていうのは勉強した内容っていうのを整理するために使えますよと ということですねで、えー、随時、えー、何度も何度もですね目次っていうのを確認して今の学習箇所は全体の中のどこなのかとかですね確認していきましょうとで最終的にもう目次を見ただけで書かれていた内容を思い出すというくらいまでですね、えー、これ浸透していればもうほとんど合格ということになります。あとはアンダーラインマーキングの色使いということで。 ここれれは絶対こうしなければならなけばらいですよということではなく一つの参考にですね見ていただければと思いますけれどもまあ私のなどの場合はまあ3種類ほどですね青黄赤青赤黄青赤黄,青赤黄,青赤黄みたいに用意していただいて青はですねまあ上位概念というか勉強していくテーマであとはプラスの効果みたいなものあと原則と例外で言ったら原則結論とかですね そういいっったものを主に青で使っていきます。反対に赤というのはですね間違っちゃったやり方とかですね例外とか対立する概念とかですね義務に違反しているとか、ね、罰則があるとか注意だよとかですね、えー、いうような場合の赤。で黄色っていうのはその真ん中というかですね、まあ、上位概念に対するそのさらに下の概念というかテーマに含まれる小項目とかですねあとは根拠とかあの条件。 まあ法律には要件効果ってありますけれどもその要件とかですね、そういった意味で主に色付けをしていきます。まああのこれ絶対こうしないとダメですよっていうことではないですけれどもね、あのこうしておくと非常にね頭が整理されて記憶に残りやすくなると、あとは二度目以降の読み方っていうのがすごくスピーディーになりますよといったようなメリットがあります。はいあとは法律の勉強をしていただくので法律の条文の読み方とか三要素とかそういったものをお話し,しますと。 法律の条文ってすごく堅苦しく見えるけれども、実は伝えたいことはすごく単純だということが多いです。なので、まあ、読み方を分かっておくとですね、非常にすんなり頭に入ってくる。初めて法律の条文を読んだ人は、うわ、こんなのわからないみたいになっちゃう時あるんですけれども。ただですね、読み方がコツがつかめていくと、非常に言いたいことっていうのはシンプルだったりするということです。まあ、<laughs> 条文があった時にですね、この五条というのは、まあ、第五条。 というのはまあ5条と読む5条の下に12、えー、と、えー、34数字振られる場合にはですね、えー、この1の方は5条1項というふうに読んでいくただあの法律の原文ではですねこの1の方はまあ省略されるというかいうことですね。えー、2から始まるその1には何も振られていなくて2というこの34数字が出てきたことであこの前の文章が5条1項のことなのかということが分かるというような感じになってます。でえー1 2 1項,2項,1項2項よりさらに下の概念さらに下のですね項目が1号と呼ばれるものですね1号でらにイロととと続いていくといてくうことです、はい、そして法文の3要素ということで種子と,というのは何でこのルールがあるのかその目的要件というのは効果が発生するための条件場合とか何とかの場合何とかの時とかですね で効果は条件が満たされた場合に発生する結論権利が発生する義務が発生するなどですね、えー、いうことですまあ、例えて言うと夜12時になったらテレビの音量を下げなければならないとあったとしますよね12時になったらテレビの音量を下げるんです12時になったならばテレビの音量は下げますよ 趣旨なぜこんなルールがあるかというと近所迷惑を避けるため近所迷惑を避けるためですよね、まあ、さらにまあこの聞きたい人まあテレビをうるさく聞きたい人だっているわけでその聞きたい人にも配慮してですねまあ、12時までは聞いていいよでも近所の人に迷惑をかけないようにですね、えー、深夜になったら音量下げましょうねということですね これらの、まあ、あ二人のですね、対立する人たちの調整を図っているというのが趣旨ですよね。で、この趣旨っていうのは、ルール、の趣旨はですね、通常条文に示されない。だからこそですね、さっき言ったように、まあ、ルールはこうなっているから、理由は知らないけど、ルールはこう、みたいなですね、ことが出てきてしまう。趣旨っていうのは条文に示されない、まあ、そこまでだらだら書けないということなんですよね。 だからこそこういううルうルういいいルルルルーーががああるるこ趣旨というのを理解しておく必要があるとというここですねこの,あの趣旨をよく理解していただくためにですねこういった解説講座などをぜひ利用いただければというふうに思います。はいでは読むコツとしてですねあとはだら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 と上部の中にカッコ書きが出てくるんですけれどもそれは一旦無視する。で先に主語「誰々が何々する」みたいな主語と述語だけまず最初に読んでしまおう。 文の骨格を先にりえすあとはさっき言った3要素とかですね「5W1H 誰が誰に何をいつどうやって」というところに注意しながら読んでいくとまさにそこが試験でも取材されるポイントになりますしその上部の言いたいことが分かってくるということになります。はいあとはですね、まあ、基本的な用語としてですね「お、ま、よ、あ、び」「ならび」「に」「もしくは」「または」みたいなですね、まあ、同じような言葉なんですけれども。 でお及びと並びにに関してはですね及びより並びにの方が大きいそのくくりというかですね A および B 並びに C とあった場合は A および B というこの AB と C みたいな感じなんですねこの A および B 並びに C とおよび並びにと出てきたら並びにが大きな括りであって A プラス B 並並びびににっってていいいうううよなな方るととこですねもしくはとまたはもう同じようなパターンですけれどもまたはの方が大きい概念ということで A または B もしくは C とあった場合は A または B か C と A か BC のチーム A のチームか BC のチームみたいな感じですね。はいつまりあとは許可届出と。 ありますけれども許可に関してはですね申請して行政署の許可を得ないと何々できないという時に使う届け出の場合は届出さえすればいいと届け出の義務自体は追っていくよという場合ですね使い分けられますあと貸すと貸すですね同じ読み方ですけれども貸す課題の貸というのは義務を貸すような場合に使うこれとがですね貸すこの貸すは刑罰をペナルティを与えていくというような場合ですね使っていくというものですね あと「場合」と「時」ってありますけれども A の場合で B の時ってあった時は A っていう大きなこう前提があってその A の場合における中のその B の時みたいなんですねまあ領域が A の場合こういう広い A という中のさらに B の場合みたいな時に使うと A の場合で B の時ということですね。あと「その他」という言葉もありますけれども A その他の BA その他 B とありますけれどもこれもですね A その他の B といった時はあの。 例えばスポーツマン野球選手野球選手というのが A だったとしてまあ広く見ればこれスポーツマンですよね野球選手まあそれはじめとするスポーツマンみたいなそういった場合に使うということですね。まあ広い B という中の A があるわけですけれどもこういう場合に A その他の B まあ A というのは B に含まれているという感じですね。 まあ,あとは、A、そのたびほとんど同じあの言葉ですけれどもこれはね A と BA と B みたいな捉え方をしていただければいい方というふうに思いますま。法令科目勉強する際にですねちょっと知っておくとあの少し理解がね弾むかなと理解がちょっと進むかなというようなところでございました。はいえそれではですねえユニット1の方まあ小休憩というかですねえ入りたいというふうに思います。